こんにちは、こすけです。今日はこれからね、苫小牧までね、海鮮丼食べに行きたいと思います。まあ海鮮丼というよりも、ホッキがね、食べたい。ホッキ丼が食べたいので、ホッキ丼をね、まあ苫小牧といえばホッキですから、苫小牧まで行って、ホッキ丼を食べたいと思います。そんなわけで、今回は苫小牧までね、ホッキ丼を食べに行きます。なんかね、急に食べたくなったんですよね。北海道の海の玄関口でもあるこの苫小牧は、国内のホッキ水揚げ量2018年の時点で17年連続日本一なんですね。苫小牧のホッキは肉厚で甘みが強くてね、ジューシーで本当に美味しいです。特に生の刺身で食べるのが美味しいんですよね。苫小牧で海産物が食べたいなと思った時に、まあどこに行こうか迷ったらね、いつも行く場所があります。苫小牧漁港のすぐ近くにあるプラット港市場というところですね。まあこの辺りがそうなんですが、左手がね苫小牧漁港で、そしてそのすぐ横にあの有名な丸苫食堂があります。ここをね左に曲がるとすぐ目の前が丸苫食堂なんですね。そしてプラット港市場はここを右に曲がるとすぐあります。このね右に曲がったところがすぐ駐車場になっていて、ここの正面にあるのがプラット港市場となっています。ここがね、結構安くて美味しいものあるんですよね。風が強いですけどね、プラット港市場に到着しました。まあ、反対側にも出入り口あるんですが、ここから入りましょう。プラット港市場の中をね、まあ、プラプラ歩いていたわけですが、まあ、何を食べようか迷いますよね。ホッキ丼食べに来たんですけど、安くて美味しそうなものがたくさんあります。というのもね、ちょうど今冬祭りというのをやっていて、通常1500円だとか2000円ぐらいするような丼も1000円でね食べられるキャンペーンというかね、お祭り中でございます。なのですごくね何を食べようか迷ってしまいますね。このお店も通常1500円の海鮮丼が1000円になってますね。かなりお買い得だと思いますし、 PayPay を使うとさらにね 10% 還元されるみたいなので、まあ、900円で食べることができます。いや、かなり安いですよね。以前に来たことがあるこの港食堂も1300円のおまかせ10種盛り丼が1000円となっています。大盛りがね、プラス300円なので、1300円で10種盛り丼食べることができます。しかもね、大盛り、めちゃくちゃ多いんですよ。具材、ネタも多いし、ご飯も多いので、結構ね、大食いの男性でも満足できるレベルだと思います。このお店はね、ラーメン屋さんですかね、チャーハンだとか、やっぱり苫小牧なので、ホッキラーメンとかホッキカレーがありますね。ホッキカレーは700円なので、丸苫食堂より安いですよね。まあ、量はどうかわからないですが、まあ、軽くね、ホッキカレーを食べたいというときは、ここ結構お得かもしれないです。こっちのお店では、牡蠣のガンガン焼きがなんとね、1000円。計8個の牡蠣が1000円で食べれるみたいです。かなりお買い得ですね。ただね、今回は牡蠣を食べに来たわけではないので、ここはね、また後日来ようと思います。それにしてもね、観光地なんですが、この人のいなさ、落ち着きますね。東京はね、平日の朝からすごい人でしたが、ここはね、そんなに人がいないので、僕はこのぐらいの方がゆっくりできるので好きですね。いくつかね、お店見て回ったんですが、ホッキ丼食べられるところいくつかあります。このお店は海鮮系のメニューも揃っていて、PayPay で支払うと 10% 返ってくるみたいなので、まあここで食べましょうかね。ちなみに今回食べたいホッキ丼はここだと1400円ということでした。安くはないですが、まあ今日はね、どうしてもホッキ丼が食べたい気分なので食べようと思います。注文から5分ぐらいでやってきました生ホッキ丼です。いやー美味しそうですよね。生のホッキが2つか3つ使われていると思います。2つかな。で、1400円なので、まあ安くはないですが、すごく高いという感じもしないかなと思います。わさびを溶かした醤油を僕はホッキ丼はかけて食べます。通常海鮮丼は醤油につけてね、ネタをつけて食べるんですが、ホッキ丼に関してはね、ホッキ丼もウニ丼もそうですけど、醤油かけますね。東京から帰ってきてからね、ずっと食べたかったんですが、ようやくホッキ丼食べることができます。それじゃあね、いただきたいと思います。うん、美味しいですね。やっぱりね、このホッキ丼美味しいんですよ。
生の貝なのでちょっとねこう磯臭さというかね海の香りはするんですが、僕はねそれがねたまらなく好きなんですね。そしてこのホッキ自体もとても肉厚でプリップリしていて、しかも甘い、すごく甘いです。貝がねこんなに甘いんだなっていうのは苫小牧のホッキを食べてね初めて感じましたね。本当に甘くて美味しいです。磯臭いのが苦手な人はボイルしたホッキなんかもありますから、そういうのをね食べるといいと思います。甘みはねボイルしたホッキも、まあ、より引き立って美味しいと思うので、僕は生のホッキが好きなんですが、ボイルしたものも美味しいと思います。今回ねプラット食堂というところでいただいたんですが、丼の大きさは小さな丼という感じですね。女性ならちょうどいいかなというサイズだと思います。そしてご飯は酢飯ではなかったです。普通の白米に生の刺身のホッキが乗っているという丼でしたね。というわけでね、このホッキ丼最後まで美味しくいただきました。まあお腹満腹にはなりませんが、とても美味しかったです。食べ終わって帰ろうと思ったら、向かいのお店にねこんなメニューがありました。本日のおすすめ数量限定ホッキ丼がなんと1000円、しかも僕の好きな酢飯です。今ね今回食べたのが1400円でしたから、ちょっとねがっくり、見なきゃよかったなという感じがします。このね本日おすすめ的なのは見逃してしまいましたね。通常のメニューは見てたんですが、これは残念ながら見逃してしまって、ちょっとね残念な感じがします。まあでもね美味しかったからいいでしょう。それにしても平日の朝は本当に人がいませんね。まあ、僕はねこれぐらい人がいない方が快適です。いやホッキ丼ね美味しかったですね。やっぱり苫小牧のホッキ丼はプリッとしていてね、そして甘い、ほんと甘いんですよね。僕はあんまりその貝の丼って食べないですし、寿司でもね貝のネタってそんなに食べないんですけど、苫小牧のホッキに関しては別ですね。もうすごくねプリップリで甘くて美味しいので、いつも食べてしまいます。安くはないんですが、また食べたいなとね、そんな風に思いますね。でね、お腹もある程度満たされたところで、次はね苫小牧のクレープ屋さんなんかに行ってみたいなと思います。まあ、デザートはね僕の場合欠かせませんから、苫小牧の、まあ、一番多分苫小牧で有名なクレープ屋さん、まあ、そこに行ってクレープでも食べたいと思います。じゃあ行きましょう。今回クレープを食べに行ったのは苫小牧でね、まあ、結構有名なクレープ屋さんだと思うんですが、クレヨンというところです。僕も何回か食べたことがあるんですが、なんだろうな、僕のイメージとしてはね、なんか甘くないクレープがたくさん売ってるクレープ屋さんという気がしますね。で、今到着したのがクレヨンです。まあ、実はここクレープ以外にもなんかレンタルとかもやってるみたいで、この正面にある方がクレープ屋さんですね。風が強い。ここがね、クレープハウスクレヨンですね。買ってきました。苫小牧で美味しいと話題なのかな、クレヨンのクレープですね。で、生クリームの入ったクレープ、まあ普通か、普通ですね。生クリームの入ったいちごカスタードクレープです。あったかいね。じゃあいただきます。うん、美味しい。生クリームがねふわっとしていて、で甘さはそんなに強い甘みではないです。まあ、若干控えめかなというくらいの印象で、クレープの皮はねかなりもちっとしてますね。僕が今まで食べたクレープの中で多分一番皮はもちっとしてると思います。ほのかに甘みがあってね美味しいですね。で、一般的なクレープよりも生クリームの量がかなり多いです。生クリーム好きにはすごくたまらないクレープだなという気がしますね。というわけで今回急にねホッキが食べたくなったので、ホッキ丼を食べに苫小牧まで行ってきました。苫小牧は有名な観光地というわけではありませんが、まあ、空港もね近くにあるし、フェリーもあるということで、結構ね観光で来た人が通る場所でもあります。今後もね美味しいお店なんかがあったら、たくさんね紹介していきたいなと思います。
これからも北海道のことや車のこと、北海道の美味しい食べ物や綺麗な景色なんかを動画にしていきますので、楽しんでくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。